するお話をしていきます。ね、よく聞きますよね。目標設定をするときに、まず最初にぶつけられる質問って一体何かっていうと、あなたのやりたいこと何ですかっていう話から入ってくると思うんですよ。ところが、これって最悪の質問なんですよね。まあ、実はこの質問が最悪であることっていうのが分かったみたいっていうことなんですが、まあ、MBO って言って、これ目標管理制度っていう話なんですが、まあ、これ会社で結構その企業で使われているまあ、評価制度になってくるんですけど、期首に目標を立てます。例えば4月から3月までが1期だとしたら、4月に目標を立てます。で、期末の3月にその目標の達成度合いに応じて、まあ、80% だったらこの程度、120% だったらこの程度っていう成果を評価するという、まあ、この日本企業のいろいろ目標制度を導入している中で、8割が導入しているというメジャー制度ですね。当然その目標管理に関する制度を導入していない企業を除いての話ですけどね。ところがこの MBO 自体は問題点も多くて、導入企業の8割が問題を感じていますと。で、制度の変更、中身を自社仕様にどんどん変更していかなくちゃいけないよねっていうことを検討していますって。まあ、8割中の8割ってなかなかやばい気がしますけどね。64% ですからね。はい。じゃあ問題の中身って一体何なのかっていう話をしていくと、適切な目標をどうやって設定したらいいかわからないとか、まあ、人は目標を持つとそれに向かって頑張るはずっていう考え方に基づいているんですよね。で、まあ、現実的には、まあ、人っていうのは押し付けられた目標じゃ頑張らないし、むしろ多くの人はやる気が下がるんですよ。だから売上1億上げてこいとか、1ヶ月間でこれだけの研究を開発を完成させろっていう風に目標を与えてやっただろうって言っても、いや、あんたが勝手に決めた数字じゃん、あんたが勝手に区切った期間じゃんっていう風にやる気下がっちゃうっていうわけなんですよ。で、もう一つは目標に対して納得したとしても、全員に対して完全に公平な目標を作るっていうのは難しい。なぜかっていうと、それぞれが持っている能力とか経験値とかっていうのは違ってくるからなんですよね。だからこういうことを考えると、多く欠陥があるっていうことはもう明白であるということなんですね。で、問題解決のための手法ということで、目標設定時に、じゃあ上司と部下が面談をしていますと。そうなった時に、上司の方からやりたいことは何ですかっていうことを聞いて、部下が〇〇がやりたいですっていう折衷案を作るやり方、これ最悪なやり方なんですよね。なんでかっていうと、普通の人はやりたいこと何かって聞かれたとしても回答することできないんですよ。だって皆さんが仕事においてすらやりたいこと何なんだろうなってことを迷っている中で、人生であんたやりたいこと何なのってことを聞かれてパッて答えられる人どれだけいますかっていうと、どうでしょう皆さん、今あなたこの動画を見てるあなたが、明日やりたいこと何ですか、10年後やっていきたいことなんですかとか、生涯かけてやりたいことなんですかって聞かれて、パッてね、なんか流れ星が流れる1秒とかの間にパッて答えられる人って、まあ本当なんか片手で数えられる程度なんじゃないっていうくらい少ないと思うんですよね。で、これをやりたいって回答できる人っていうのは、もう普段からかなり仕事について深く考えている人なので、もうなんかそんな目標設定とかをしなくても勝手にやってくれるんですよ。必要な数字を上げたりとか、必要なものを作ってくれたりとかって。ところが、そもそも仕事を進んでやりたいっていう人が日本においては珍しいっていう話なんですよね。で、会社員と、まあ、会社員とそれから会社との考えのズレっていうのがあって、社員のやりたいことっていうのと会社がやってほしいと思っていることっていうのが合うことっていうのは滅多にないんですよ。うちの社長も普段からそういうことベラ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 ずっと言ってるんですけどね。それを言うくらいだったら直接指摘したらいいのに、なんかお茶を濁したような感じで言うんで、だから社員に伝わらないんだよって、こう社員の目線で思ったりするんですけどね。で、多くの場合っていうのは、仕事はすでに割り当てが決まっていて、会社の望みと社員の希望っていうのは一致することっていうのはまあないわけなんですよね。当然裁量を与えられるわけじゃないん で、やりたいことは何かってことを改めて聞いていくと、目標設定を行うときだけこうなんか都合よく聞いてるんですよね。で、思い切って伝えたとしても、なんかそれはうちの会社でやることができないから、ああもうこれをやっときなさいっていう風に突っぱねられるんですよね。それだったら初めからなんかやりたいことを聞いて、なんかすり寄ってくれるのかなって希望を持たすくらいだったら、もう言ったらいいのにっていう、非常に不毛な話になっちゃうっていう話なんですね。で、部下の本音としては、もうやりたくないことを押し付けられたなって思う一方で、上司の本音としては、わがまま言いやがって、やりたいって言うんだったら、結果出してから物言えよっていう、もうここにズレがあるっていうことになっちゃうわけなんですね。はい。じゃあ、望ましい設定方法って一体どんなものがあるかっていうと、やりたいこと何かって聞くのは得策じゃないんですよ。だってやりたいことなんてないんだもんですよね。であれば、どんな風に決めたらいいかっていうと、聞くべきことっていうのは
こちらなんですね。あなたの能力とか今できることを生かして会社に貢献できることは何ですかっていうふうに聞くわけなんですよ。で、会社への貢献を聞くのであれば、業務から外れるようなことは、まあ、少ないですよね。で、また本人の能力を生かすことができるんであれば、進んで貢献しようっていうことを考える可能性っていうのも、やりたいことを考えるよりも高くなるっていうことが考えられるわけなんですよ。で、これっていうのは残念ながら万能な方法ではないので、もう貢献できることを聞いたとして、具体的にじゃあ何万円あげますって、売り上げあげますっていう人もいれば、もう会社の社風を良くしますっていう、まあ、ちょっと抽象的に答える人もいたりするんですよね。ところが、まあ、しかしそもそもなかなかね、答えを出してくれないような、あんた何がやりたいのっていうことを聞くよりも、はるかに自発的な回答が返ってくる可能性っていうのはおそらく間違いないわけなんですよ。だから本人の意思で貢献度合いっていうのを決めることができるのであれば、まあ、評価される側も納得感得られやすいんですよ。だって自分がこれできますって言って、できた、できないっていうことに対して、結果に対して評価されるっていうのであれば、ああ、できなかったからこれだけしかもらえなくて当たり前だよなとか、できるって言ってそれをはるかに超える実績出したんだからボーナスウハウハだよなとかね、そういうふうに納得がもらいやすいという話ですね。で、物事の決め方っていう最後の話なんですけど、仕事とかでも勉強とかでも、まあ、人生あらゆること全般において、あなた何がやりたいかっていう、自分は何がやりたいかっていうことを基準に物事を考えがちな人が多いです。ところが、それが自分のできる能力と大きくかけ離れていると、それができなかった、できないっていうことに絶望したりとか、やりたいなって思ったことが意外とめんどくさいなってなって挫折するんですよね。だから、本当はやりたいことをやるために能力を磨くっていうのは、聞こえは美しいし、実際そうあるべきなんですけど、いきなりそこから入ることって難しいんですよ。だから、あえて、で、今の自分のレベルっていうのを鑑みることによって、今自分ができることは何なのか、そしてそれができることによって次にステップアップしていってやりたいことにたどり着くにはどうしたらいいのか、あるいはやりたいことを見つけるために今できることは何なのかっていうことを基準に物事を決めて取り組む、これがありだっていう話ですね。だから目標設定をするときには、私のやりたいことなんだろうなって考えると罠に陥ります、一生出てきませんっていう話になるので、今できることは何なのか、今できることをコツ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 やっていくうちに、あ、これがやりたいことなんだっていうことを見つけてもらえたらいいんじゃないかなっていうふうに思います。なので、なんて言うんでしょうね、目標設定とか僕もコーチングとかやってて、クライアントの方から見つけ方とか聞くんですけど、まずは手当たり次第、今自分がやりたい、できることとか興味あることをやってみるっていうのが大事なんじゃないかなと思います。で、それをいろいろ手当たり次第やっていくことによって、なんか、あ、これやりたいことなんだなとか、これにもっと時間使いたいなっていうものが見つかってくると思います。だからやりたいことが見つかってない人っていうのは、できることを基準に考えることができていないっていう今日の話と、圧倒的に何が自分のやりたいことなのかなっていうパイをいろいろと経験してないんですよ。手当たり次第、手を出しているっていうことをやってないんですよ。だから圧倒的に母数が少ない中で、例えば映画鑑賞と読書しか経験をしたことないのに、自分のやりたいこと何なんだろうって言ったら、映画鑑賞と読書しか選択肢がないわけなんですよ。それ以外広げようと思っても、知識がないからわからない、経験がないからわからないっていう状態になるんで、とにかくいろんなことに手を出してみて、自分のやりたいことを見つけるっていう風に見つけてもらえたらいいかなっていう風に思います。ということで、本日目標設定のわらというお話をしました。では次回お会いしましょう。さよなら、バイバイ。本日も動画を最後までご視聴いただきましてありがとうございました。この動画が面白かったな、役に立ったなという方はですね、ぜひグッドボタンと、それから下のチャンネル登録ボタンもお願いします。それから皆さんの強みを引き出したりとか、あるいは伸ばしていく、そんなですねコーチングもやっています。興味のある方、セッションを受けてみたいという方はコメント欄、もしくは Twitter の DM からお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。お疲れ様でした。さよなら、バイバイ。